당연히 가족이고요. 네. 그리고 은솔이가 해맑게 웃어주던 그, 뭐 그런 추억 같은 거 스쳐 지나가면 뭐 기운이 납니다. 일하다가 썸날 때는 아무래도 저희 딸 정하윤 양과 저희 남편 정성욱 군을 생각합니다. 당연히 가족들, 가족들이랑 주말에 재미난 데 가야지 그런 생각을 하면서 기운을 내고 주중에 열심히 일하고 있습니다. 아무래도 따뜻한 가족이죠. 주중에는 업무량도 많고 많이 힘들지만 주말에 식구들과 함께 좋은 데서 맛있는 것도 먹고 좋은 구경도 하는 생각하면서 힘을 얻습니다. 네, 저희 예쁜 딸들이에요. 우리 큰 딸, 작은 딸 항상 보고 싶고 사랑하니까 우리 애들, 딸들 얼굴 떠올리면서 하고 있습니다. デスクの前に、家族の写真が貼ってあって、それを見て、まあ、その見て、まあ、元気になってます。いつも、みんな、こう、高尾優子の写真を見ると、とっても元気が出るので、頑張ってます。やっぱり家族ですね。特に妻のカナとか、息子の東郷のこと考えるとすごい元気が出ます。やっぱり家族のことですね。机の前のところに家族の写真をこういうふうに載せてるので、いつもこれを見て元気をもらいます。家族のことを思い出しますし、家に帰ってからその辛いことを、家族に相談をして、いつもそれでいろんな話をして元気をもらっています。そうですね、仕事が辛い時は、まあ、あるんですけど、やっぱり家族のことを考えたら、まあ、こう友達もいない、知り合いもいない、この韓国の地に一緒に一人で、来てる牧のことを考えたら、頑張らなきゃいけないなと思いますし、それで元気になります。家族のことです。家に帰って、みんなの笑顔を見るとまた頑張ろうかなっていう気になりますし、週末に、さくらちゃんとか秀樹くんと一緒に遊んでると、すごく楽しいです。やっぱりいつも僕を支えてくれている妻と娘のことを思いながら仕事を頑張ることができます。今実際机の前には娘からもらったこういう手紙とかが貼ってあって、で、こういうのを見ると本当に、勇気をもらえます。